あ、あんた完璧すぎない？まだこれ2回目だろ。何この粉、鼻から吸うんですよ。私はファンに絡めてます。こいつ鼻つんでたんだよ、うん、麻薬あんなの懐に突っ込んで証拠でも作ろうかね。ミスタークゼットダークネス無職。じゃあ約束通りランクを。イナバゴンってボブキャにはいないよね。ないです。作戦だよね。テンポ行ってくれよ。え？あれ？ん？あ？あんた、これ、こうなるよ、あんた。すいません。何してんだよ。一回やつ。行ったんですね、あの人質をですね、取ってたんですけど。うんうんうん。急にボブが撃ってきて。撃ち殺すしかなくなって戻ってきたんですよ。説明しに そこら辺で人質取ってこようと思ったんですけど。オッケー、じゃあ人質いたです、進めましょう。いいんですか。ここにいるわ、人質。ほら、ここのアリが、ここのアリが人質ね。まだ取ってる。アイファックスもらえません、すいません。いや、しょうがないね。手がかかるね、あんた。すいません。はい。また急に撃ってきたから。急に言ってきたから。駆けつけたらなんか誰もいなくて結構めちゃくちゃビビって。ちょっと申し訳ないなと思って戻ってきたんですよね。久しぶり？コンビニ強盗。いや、だいぶ久しぶりですね。ということは昔でもやったことあると。はい。一週間ぐらいちょっと違うとこ行ってて。あ、そう。で、サバイバルしてきたんですよ。そうなの。はい、サバイバルしたことあります。もっと野蛮な遊びしてたのね。そうなんですよ。田中さんは行かないんですか、ね、キャンプみたいなと。キャンプ？ええ。あ、行かないわね。あ、行かないんですね。そうなのよ。牛が嫌いですか？いや、そうね、ひねり潰すの好きよ。あ、怖いこと言いますね。よし、犯人、解放条件を言いなさい。5分間アタックで。5分間アタック、了解よ。オッケー、じゃあ開始の合図をちょうだい。いきまーす、スタート。オッケー、よし、開始よ。あの車速いね、こいつ。待っててくれ。5分間アタック、ニトロありで。オッケーよ、ニトロあり、了解。ニトロあり。じゃあ、用意スタート。うまい。あれ、どこ行ったの。俺ちょっと車乗り換えてくるから待ってて。いや大丈夫、行きなさい。あんたなんか見たことないね。あ、ほんと。うん、見たことないよ。大丈夫かい。あ、とんでもない当たり屋いたね、今。びっくりした。マトリ行ってきまーす。おろそれ。あら、マトリ行くの。私も実はね、はい、バイクで行こうかなと思ってたね。ああ、いいですね、行きましょう。俺もうマトリ撲滅委員会を撲滅する。
あ、もしもし。もしもし、バーバー。あ、なんだい。今赤鼻にいるの？そうだよ。赤鼻、本当にいるんだ。なんでわかったの？赤鼻ボーバーって書いてあるわかりやすいんじゃから。なんでわかったんだよ、本当。いやもうステすごいね、あんた。あ、すごいっしょ。なんでもちょっと場所変えようかね。うん、そうだね。バレバレだからね。その名前で黄色とか言っちゃうババあ、確かにね。どうかしらね。次行くところはどこかしらね、私が。どこだろう。そうそう、暇だったから電話したざる。あ、そう。そう、じゃあね、頑張ってね。うん、じゃあね。頑張ってね、おもろい。ちょっと待って、これ無敵すぎだよ。キーモットホームズ、私の場所わかる？こっちよ。やってますね。してるよ。すごいところで知るしてますね。そうなのよ、ほら。私名前も変えてんのよ、今。気づきました。それで来ましたもん。お花ババアになってると思って来ました。来ました。黒フロガーとピンクフロガー来てる。了解。行きましょうか。あ、来てます。私実況中継するからお願い、来て。はい、無線で連絡取ってるわね。気づかれてます？気づかれてないね。私に電話かかってくるかもね、もしかしたら。あ、積んでる積んでる。もう一台来た、もう一台来た。オレンジ、オレンジ、ピンク、黒の3台で今ヘリ。そのまま行きましょう。それはもうガッポガッパですね。いいですね。手錠かけれたら手錠かけちゃって積んでるところで、あの4台目来た。4台目、了解です。トー君、遅刻しちゃってもいいですよ。じゃあもう行きますね。ピンクのやつが、ピンクのヘリが持ってるわ、花。はい、ピンク煙吹いてる。じゃあもう積んでるってことですね。積んでるわ。ピンクのやつが全員ってるってこと。積んでた。ピンク追ってる？これ今ピンクちょっともう見失ってますね。残り3台、ピンク除いて3台。頑張れ。もう火吹いてます。うん、これ引いてたっぽくない？多分火吹いてたんで帰ってたんじゃないですかね。じゃあ、ナイスナイス。今フローガンやられた？村、何色だったっけな。青っぽい、真っ青のフローガー。真っ青？青いフローガーが止まってたのは見えて、まあ関係ないかなと思いながら、修理台のとこいたんですよ。誰
れてるなら10の卵してないかな。ピンクフローカー来たね。あー降りそうだね。降りた。行けないですね。隠れながら注意喚起してみるわ。じゃあ聞いたぞ、おばあさん。どうですか、読書の気分は。ああ剣妖怪合いそうですよ。ほらお花摘み見に来てるって言ってるんで私が青花ババアだよ。どうですか、盛況ですか。うん、そうね、なかなか盛況だったよ。なるほど。ロッカー乗っていきますか。送ってくれるかい。いいですよ。足がなくてね。赤鼻ですか、次は。そうね、どこにしようかしらね。私ね、バイクで来たんだけど、バイクね、あの湖に沈めちゃってね。なるほど。帰ることできなくてずっとここにいたのよ。だから向かいが欲しかったわけですね実はそういう意味の SOS では。まだこれ2回目来たの。何ですか、何この粉。粉です。うん、やはりお薬と免じてこれ使ってみようかな。粉鼻から吸うんですよ。私はファンに絡めてますファンにからそのほっこりと同じじゃないのいえ、一応吸引はできてますよ。どこがいいですか。一旦署に帰りますか。ああ、署を送ってくれたらありがたいわね。そしたらもう花に行かなくて済むからね。そしたらバイク取ってきてまた花行ってくださいねそのバイクをね、山にあの置いたらね、それがね、バイクがコロ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 やってってね、転がって滑ってったって感じですよね。本当に足がなくて。応援には来てくれなかったんですか、誰か。いや、来てくれたけどね。はい。あまりにね、言うのがあれだったから。帰れ、申し訳なかったと。そうね。すいません、お届け物です。ああ、助かった。ありがとうね。ありがとう。またね。はい。なんでお届けられた？足がなかったからね。あ、お花から帰ってきたよ。お帰り。ただ今。がしなくなっちゃった。山の上にね、バイク置いたら、それがね、転がってね、コロ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 行って、湖にポチャンしてね。こんなバーバーになってる。顔はしてたね、あれは。何やってんだよ、この子。怖い、後ろからババア。あう怪我しちゃって。あ、そうだね。足がなくてさ。うん。頑張ってね。待ってるんだよね。待ってて。どこまで行きたいんだい？ああ、バは今から何するの？うん。バイク修理しに行くよ。あ、もう暇だからついてっていい。あ、いいよ。よし行こう。車来た。修理かな。これ田中のバイク？あ、そうよ。どうしたん、その名前。赤花。赤花。名字？ババア。いや違う、田中さんだ。今日の任務場所よ。あ、そういうこと。そういうこと。あ、そういうの。ミスが高級車って書いてるようなもんか。あ、そうそう。そういう感じ。あ、なるほどね。出したらバレるから意味ないけど。どうする？なんかね。次どこ行く？俺もじゃあ手伝うよ、ババ。じゃあ行くかい。ああ、これ二人乗りだっけね。一人しかこれ。一人だよこれ。どういうこと？どういう関係？よし行こう。デートじゃないから近くからね、やめてね。熟女は嫌いよ。いや嫌いじゃないけど、嫌いではないけど。こっちからこっちからね。やめろよババ。断らせてもらう。じゃ行ってくるわ。
ババアさん。どうしたの？マイクでバレバレです。マイクでバレバレです。もっと綺麗に隠さないと。おはようございます。一発で見て分かりましたよ。あとおはようここにあるでしょうか。あと花が生えてるので来てくれるって分かります。ああなるほどね、そういうことなんだね。はい、これであなたは、はい、どうしましょう。ありがとう。よろしくお願い。中東高等広報クローム執行無免許誘拐拉致監禁、はい、意味殺人及び何の話をしてますか。指名手配入ってるわね、あなた。指名手配私を誰だと思ってるんですか。あなた兼業じゃないの。はい、正解です。合ってるじゃない。庄司さんを誘拐しました、赤羽です。大犯罪者じゃねえか。あんただったのね。私でしたよ。あなた、マトリ撲滅委員会で知ってるわよ。マトリ撲滅協会ですね。ああ、じゃあ訂正するってことはなんか知ってそうね。おっと。協会員ですよ、私は。あ、そうなの。え、構成員どんぐらいいるの。知りません。あ、そうなの。誘拐しますだけ言ってるんで。なんか私もちょっと誘拐してみる気ある。ないですね。マトリ、アバーさん、マトリしてないじゃないですか。なんだよ、してろよ。してないじゃないですか。こんなに本気でやってんのに名前まで変えて。もうバレバレですよ。そうよな。今日帰ろうかね、もうそろそろ。あ、帰ろう、うん、パパ。ご飯でも食べる。エキニーマスさんは何してるの。こいつ、あの、こいつ放つんでたんだよ、今。じゃあ、ないよ。俺こそ捕まえる駅じゃないんですか、そもそも。待ってよ、パパ。ババ、ケイヨーさん、助けて。ケイヨーさん。いや、ちょっと。ケイヨーさん、ケイヨーさん。ババてめえ。俺は何もしてねえよ。捕まえたね。今から証拠を作ろうかね。今からあの麻薬あんなの懐に突っ込んで証拠でも作ろうかね。してやるから、俺が解放されたら。何かこう、あれが解放されたら。それは、この粉じゃ無理じゃん。でもそもそもあんた、鼻今持ってた。鼻なんで持ってんの、あんた。持ってんの、あんた。なんで鼻持ってんだよ。間違いじゃない。ナイス。じゃあまたな。構成しなさい。またね、いい加減。あ、またやろうね。ありがとう。またね。あ、でも警察だ。パトロールって言うわ。マトリ選別しに来ました。待ってます。ちょっと待って。ああ大丈夫よ。これは何の。ね、ボブキャット。ボブキャット、ん、どっち。印刷がありよかよ。えい、で、シモンタブレット使ってちょっとあんた見させてもらうよ。いいよ。うん、エスタークゼットダークネス無職。無職は余計だろうが。違うのかい。職業登録されてないけどね。ああ、お菓子大丈夫よ。はい、ありがとう。無職やけど。トーカーの応援来てほしい。エスタークゼットダークネス無職って書いてあるの。だ、無職絶対書いてねえだろう。こんなんで本名の名前無職って。情けねえよその名前。もう逃げてる。なんかもうすごいやめろよ。ね、あったんだよね。仕方ねえだろ。いろいろ考えたんだよ。はい、オッケーです。お大事に。ありがとうね、助かるわ。はい。好
今日は捕まえてくなかった。はい、今の見ても無職です。こんなこと続きやさ。どう、写真も更新しときたいかな、あなたはちょっと。でふざけんな、てめえ。あー、いい写真撮れたわ。うせぇ、ガチでうせぇ。うせぇ、くそだよ。ババアのコレクションにされるよ。でも犯罪者通貫作ってたね。マジ性格悪い、マジで。いや送るよあんた。なかなか今時いないよ、こんな性格終わってる気がする。あとあの。今客船来てます。じゃあ送るけど大丈夫かい？ああ、え、殺されたりしたのか、あんだけ煽り散らかしたら。ん？なんで？いやなんか。煽り散らかすとどうなるんだって？じゃあ、じゃあ煽り散らかしててさ、殺されたりしたのかって犯罪者たちに。あ、全然殺されないね。なんでだよ。罪が重くなるだけよ、そんな。ただ、そんなこと。殺し返してんの。よかった、送ってくれ。OK、じゃあ送るわね。あ、あった。囚人番号は361番、エスターク Z ダークです。ID のこと囚人番号っていいんじゃねえよ。いってらっしゃい。あ、バーンいる？バーンいるわよ。事務室まで来れる？あ、オッケー、行くわ。お疲れ。お疲れ様。ちょっとごめんね、僕が長い間ちょっと離れちゃってたんだけど。ああ、大丈夫や。出した課題クリアしてくれたみたいで。あ、クリアした。おめでとう。あ、ありがとう。じゃあ約束通りランクを上げさせていただきます。あ、ありがとう。はい、もしもし、ちょっとごめんね、遅くなっちゃったけど、うん、じゃあ、はいで、今ランク1だもんね。ランク1ね。はい、ランク2に昇進です。おめでとう。 ありがとう。おめでとう。ランク2で何ができるのかしら。給料が上がりました。なんか他できる、解放されることあるの？車しまったってことはもうそうだよね。あ、そうなのね。あ、危ない、うん。なるほどね、分かった。めっちゃね、本当にね、みんなが気づかないところを全部気づいてちゃんとやってくれてるから、本当にパパはもうなんかランク2以上ぐらいのあれがあると思ってて、僕は本当に偉い。 あ、 ありがとうね、うん、本当に偉い。よく頑張ってる。 あ、 ありがとう。あと冷麺もなんかね、達成したって言ってたから。本当？うん。あ、そうなんだ。じゃあ冷麺来たらまたあげとくよ。そうそうそう、うん、あげてあげて。指先で撫でとくわ。おめでとう。 ありがとうね。うん、頑張ってね。あ、頑張るよ。エル先輩、どこすか？あ、報告があります。おめでとう。あの、まだ行ってないんだよね。おめでとう、ババー。おめでとう。あ、ありがとう。